前に飛び込んだ場合どのようにするかです。ご覧ください。このように組み打って鎧の隙間を担当で突きます。刀を抜こうともししたとすれば時間を失ってしまってたちまち負けてしまいます。はい、もう一回お願いします。こういった感じです。こういった組打ち術と申します。これが発達しまして日本の柔術になり、江戸時代柔術になり、そしてそれが明治以降柔道へと変化していったわけです。先ほどお見せしておりますのはその原型、組打ち術と呼ばれる。先生、先ほど日本刀は使えない。